言わないで。あっ、どうも、鳥の爪団総統です。ホラーゲーム企画からの爪第306弾はこちらのゲームトゥルーナイトメアーズやっていこうと思います。こちらのゲームはですね、睡眠障害のある方が題材のホラーゲームみたいなんですけども、ちょっと今寝起きですね。起きて5、6分ぐらいしか経てないんじゃないかなって感じなんですけども、その状態でちょっとこのゲームやっていこうと思います。マジでちょっとまだあくび出ちゃうぐらいなんだけど、スタート。あ、おはようございます。本当にまさに俺と同じ状態。おはようございます。あ、でもこの方はおはようございますじゃないのかな。もう口も回んねえぞ。よしやっていこう。なんだろうね、帰ってきたとこなのかな。このゲームね、2人で4ヶ月で制作されたゲームみたいですね。うわ、暗っ暗っ。あ、一応いけんだ。こっち側、あ、鍵ある。これ取れんじゃない。取れない、取れないタイプの鍵。そんなことないでしょ。カーソルでちょっと変わるよ。これあれかな、電気つけてないからか。あ、ぽいぽくない。カーソルの位置もブレブレでございますね。癖のある絵だな。あ、でもなんかそれ好きかも。5枚で1つの絵になってるライオンかな。いいね、なんかそういうなんか5枚で1つみたいなのかっこいいね。なんかあれかな、フラッシュライトとかを手に入れないといけないとか、なんかどっかロックされてるよっていうのを確認しないといけないとかかな。暗いなー、なんか結構。わ、ここ急に扉が白樺の木みたいな、なんかね、白い恋人のパッケージかよっていう感じだけど。でもトイレも異常なしだよな。シャワールームも、おお、びくしょ。広いし、いい感じだよな。ここも開くんだ。でも特別なんもないかな。バイオハザードだったらね、ここにハーブありそうだけどね。さらに、あ、奥の部屋も開いたわ。寝室かな。あ、これだ。まずは、あ、濡れちゃったからタオルでちょっと頭拭こうみたいな感じかな。寒いもんね。雨の日に帰ってきたって感じなんだろうな、きっとな。でもすごいな、2人で制作したっていう割にはめちゃめちゃ綺麗だな。もう最近こうゲーム業界もインディーズの開発会社みたいなとか増えてますよね。個人でもどんどん制作できるような感じになってきてて、クオリティが高いものが本当に増えたよな。あ、ここ開かないんだ、ロックがされてると。ここは今2階に来てるんだけども、ここはまだ何も見てないとこだな。あ、かわいいね、猫の絵があって。ここは、あれかな？書斎みたいな感じかな？パソコンが置いてあるね。いや、いい部屋に住んでんな、主人公な。これ一人暮らしなんかな？すげえな。電気もつけらんねえんだよな。なんか、ブレーカーでも落ちちゃってんのかな？これか、さっきなんかラックって書いてあったもんね。タオルをとりあえずかけて、クローズザドア、シャワールームの扉を閉めて、とりあえず一回シャワー浴びようみたいな感じかな。体温めないとね。さあ、シャワーを浴びて出たわけだが、あ、スマホだね。まずは着信がないかチェックかな。あ、フラッシュライトが F で使えるのかな。あ、使えた使えた。うわ、これでようやく暗いところとかも安心して探索できるようになったんじゃないか。とりあえず、これは？あ、なるほど。電気消せるようになったんだな。フラッシュライトを持ってるから、他についてる電気とか消せるようになったんだな。すべてのスイッチがオフになれば OK なんだと思うわ。省エネの家庭なんでね、うちはね、しっかり電気を消していきたいと思います。いやー、もう自らなんか嫌な方向に向かってる気がするんだよな。こっちはついてる電気なしかな。鍵とかもまだ取れないみたいだし、とりあえずは電気を消さなくちゃいけない。うわ、暗いなー。下の階、これでもう大体消したかな。さすがにこの豆電球みたいの消せないでしょ。ねえ、大丈夫だよな。大丈夫っぽいな。ここはキッチン。ここは大丈夫だから。じゃあ上の階また戻って。
最後、寝室のも消して、これでどうだろう。あ、OK、スマホを置いて、寝れる感じかな。あ、おやすみ。今日は災難だったね。雨降られちゃってね。でもな、俺睡眠障害あるんだよな。おはようございますか？え？え？え？全然違うところ来たね。え？ライター？嘘。廃病院みたいなとこ来たよな。なにこれ？勘弁してよ。悪夢見てんのかな？ゴミ箱。患者がいるわけでもない不気味ななんか病院みたいなところ。ここなんだ？開く。夢の世界だったら何でもありだぞ、でも。とりあえず右から行ってみるか。このキャビネットみたいのは？あ、鍵が必要。このドアは開かない。なるほど。反対側かな？ここは何だろうね。パネルみたいのが置いてあるけど。これは？あ、開くね。あ、奥にも通路続いてるみたいだけど、とりあえずこの部屋開いたから入ってみようか。怖いなぁ。明かりがそんなにないんだよなぁ。一応ライター持ってるものの、めっちゃ暗い。これなんだ？タンスか。でも何もなし。蛍光灯がもう落ちちゃってます。下に置いちゃってるもんな。電気は通ってなさそうだなぁ。まあ、にしても夢の中だろうから、ほんとどうなるかわかんないよね、展開が。あ、ここも、鍵かかっちゃってんだ。パワーボックス。あー、なんかあれかな、ブレーカーかなんかかな。探そうか。ロッカーの中とかも見てくけど。お、鍵あった。やった。これ使って、もう一個のなんか、これか。パワーボックスっていうのはこれじゃないか。あ、開けられた。え、なに、びっくりした。ちょっと待って。これ今びっくりする場面じゃないわ。多分、ちょっと効果音デカめで、なんかジャブぐらいで打ってきてたんだろうけど、普通にブレーカーついただけだもんな。なんだろう、寝起きだからかな。なんか、敏感になってる気がする。いや、まあ、いつも通りか。いや、じゃあさっきんとこ行こう。扉のとこな。これで奥行けんじゃないか。メニュー画面のとこだ。なんでなんかこの、こんな廃れたところがメニュー画面、なんか出てんだろうって。もうちょっと言葉もうまく出てこねえよ。メニュー画面なんでなんだろうなっていう感じだったんだけど、ここに繋がるわけだね。夢の中の話なんだ。うわ、これでも何の施設なんだろうな。病院っぽく見えるけど、ベッドとかあるとね。患者さんが夜な夜な徘徊してたりすんのかな。何なんだろうな。扉という扉が開かなかったが、ここも開かない。おっと。おっと？おっと？なんだ？あ、奥いるのかな？あれ？人影っぽく見えるよな。こんばんは。おはようございますかな？どっちだろうね。寝てる間だろうからこんばんはかな？すごい長身だな。うう言わないで。あっ！起きたのか？ブツブツなんか主人公言ってる。どうした？え、ちょっと待って、左側いないか。いるよな。金縛りにあってるみたいな状態か。なになになに、動けないんだけど。あ、消えた。雷やめて。睡眠障害じゃなくてもこんなの悪夢見る。勘弁して。すごいな。地響きのようだよ。あ、来た。なんだなんだ、アラート。とりあえずスマホ持って、電気つけたいんだけど、ダメかな。とりあえず下の階かな。なんか不審者でもいたんかな。だってさっき明らかに人影がいたよね。警報器みたいのが鳴ってるね。これかな。
よし、オフ。いや、もう警察来てください。お願いです。いや、でも、なんか、この程度のことで呼んじゃダメか。ねえ。暗いし、音もなくなったの、かえって怖いな。電気つけとこう。とりあえず、でも、警報器が、おう。切れたから、これはただの雷。これはただの雷。上の階って、もう一回寝れるかな。ああ、何、なんだ、足音やめて。誰かいるの。あ、なんだ、コンって聞こえたよね。なんだ今の音。ちょっとその音の正体探しに行こうか。2階この部屋ではなさそうだな。下の階、あ、開いてる。この白樺の木みたいなドア、ここなんだろう。これ？あ、怖いな。ゆっくり振り返んなよ。おーおーおー。ああ、おお、人がいます。単発の、あ。プレスシフトトゥーラン、ラン。待って。え、走んの？逃げんの？待って、来るのか？待って待って、寝たいんだが、寝たいんだが、ちょっともう、やめよう。早く朝になって。え、だってどっかに隠れるとかそういうゲームじゃないでしょ、これ。多分。待って。足音してる。いるの？怖っ。左側の方なんかコツ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 って足音してる。一回近づいてきたよな。ほら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 。足音してる。え、外出ていいのかな。あの黒いやついるんじゃない。下の階。え、でもなんか、ああ、ということで戻ってまいりました。めちゃめちゃ声上げたな。とりあえず出て走って逃げるって感じか。いや、なんだろう、なんか目標。あっ、来た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 。とりあえず一回こっちまで一回逃げるわ。え、どうしたらいいんだろう。ミイラみたいなのがいたよな。え、勘弁して。なんか目標でも更新されたってことだよな。なんかアイテムかなんかを、鍵とかそれこそ持って帰ってこなくちゃいけないんじゃないか。ガンって書いてあったな。銃がどっかにあんだ。うわ、いるな。どっかいるんだ。下の階とりあえず来たけど、銃がどっかにあるっぽいんだよな。うーん、じゃないのよ。どっちから来てんだ。あ、やめてやめて。うーん、じゃないのよ。どこだどこだ。どっか多分下の階だと思うんだよな。銃があるはず。あー、ここじゃないな。あー、おりり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 。よし、鍵だ。鍵取った、鍵取った。よしよしよし。これで上の階じゃない。上の階行って、うーじゃないのよ。うーじゃないの。寝室にさ、これあった。銃、ライトマウスボタン。ああ、うわ、ショットしちゃった。もう早めのショット。待って、こ、あ、いる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 。こっちまでは来ない。いや、もうここで戦いたいんだよな。よし、この廊下で行こう。ちょっと前出て下がれる隙を作りつつ、角待ち注意だもんな。あいつももう一回また上がってくるはずだから、こんぐらいの距離感かな。限界ここだわ俺の。これ以上前は出たくない。上がってこい、逆に上がってこい。下手に攻めたことしたくない。うん、あ、とりあえず3発撃った。よかったんじゃない。あ、朝起きた。
でも銃は使ってないのかな。あそこ閉まってるよね、ボックスね。あ、朝来ることあるんだね。よかった、ホラーゲームなのに。ハッピーエンドがいいな、俺。うん、ロックかかってるよね、ちゃんとね。おはよう。今日もいい朝であってほしいな。シャワー浴びない？大丈夫かな？うん。隣の部屋？うん、異常なし。ちょっと安心。あ、ここで？あー、なるほど。こちらのゲーム、チャプター1までが現在制作されていて、なんかその、好評であれば、チャプター2以降を制作するっていう感じみたいなんで、とりあえず一旦ここで終わりということみたいですね。いやー、結構短いながらも怖かったなー。皆さんもいろいろ不安になることとかあるかもしれませんけども、適度に発散しつつ、悪夢とか見ないように注意してくださいね。またこういった感じでいろんなホラーゲームやっていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録、まだしてない方はチャンネル登録して、鳥の爪団に入団してみてください。グッドボタンの方も忘れずによろしくお願いします。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。おっしゃるとうございました。